女性セブンは西野七瀬さんの誕生日3日前の5月22日にプレゼントのような手提げ袋と高級洋菓子店の大きな袋を抱えて帰宅する山田裕貴さんの姿を目撃しているとのことです。山田裕貴さんと西野七瀬さんは2021年夏にコントバラエティ番組ライフ人生に捧げるコント連続ドラマ箱詰め戦う交番女子クイズバラエティ番組佐藤健千鳥ノブよこの謎を解いてみろで続けて共演し、西野さんは山田さんの明るく優しい性格に好印象を抱いたそうです。ただ連絡先の交換までには至らない程度の関係だったそうですが、共通の趣味であるオンラインゲームを通じて急接近し、山田裕貴さんが共通の知人を通じて西野七瀬さんの連絡先を入手し、そこからプライベートでも連絡を取り合うようになり、今年に入って真剣交際に発展したとのことです。女性セブンは真相を確かめるため山田裕貴さんの所属事務所渡辺エンターテインメント西野七瀬さん所属の乃木坂46合同会社に事実関係の確認を求めたところ、揃ってプライベートのことは本人に任せていますと回答し、反同性交際を否定しなかったそうです。そして山田裕貴さんと西野七瀬さんの熱愛真剣交際報道に対してネット上では、若いカップルいいじゃんと思ったら2人ともまあまあ年いってた、マジかよ、俺もオンラインゲーム始めるわ、そういえば西野ずいぶんぽっちゃりしてたよな、幸せ太りか、これはめでたい、わけわからん IT 社長とかより好感持てる、お互いの年齢も見た目のバランスも良い感じ、年齢的にもいい頃合いだな、お似合いやん、二人とも適齢期だから結婚しちゃいなよ、俺の山田裕貴がなあちゃんでは微妙だわ、横浜流星からの山田裕貴とか羨ましすぎる、山田はガーシーの女アテンドに乗ってたからな、下水 YouTuber や怪しい社長やワイルドな業界人じゃなくてよかったなどの声が上がっています。西野七瀬さんは2018年5月に週刊文春によってワイルド系の番組ディレクターとのお泊まりデートをスクープされており、当時はまだアイドル活動をしていたことで大炎上騒動に発展しました。この報道から4ヶ月後にグループ卒業を発表し、同年末をもってアイドル引退後は女優に転身し、ドラマあなたの番ですで共演の俳優横浜流星さんとの熱愛疑惑も浮上しましたが、週刊誌にツーショット写真などは撮られておらず、真相は不明で、西野七瀬さんが熱愛を報じられるのは女優転身後初となります。一方の山田裕貴さんは週刊誌に熱愛が報じられるのは今回が初と見られますが、昨年に元暴露系 YouTuber 国会議員のガーシー被告に女性関係を暴露されており、ガーシー被告がアテンドした女性と関係を持っていたことや、スピリチュアルにかなりハマっていたことなどを明かしていました。ちなみにガーシー被告は西野七瀬さんとは一度も会ったことがないとのことでした。山田裕貴さんはガーシー被告とのつながり等が発覚し、イメージに多少傷がつきましたが、現在も俳優として活躍を続けており、一方の西野七瀬さんも乃木坂を卒業後も消えることなく活動の幅を広げていて、容姿も含めて美男美女のお似合いカップルとの声が多く上がっていますね。西野七瀬さんはMC を務めていたグータンヌーボで結婚のタイミングについて、目標は30歳ぐらいとし、交際期間があんまり長くないのがすごくいい、長年付き合うの本当にすごいなって思うけど、ずっと相手に対してときめきってあり続けるものなのかなと、スピード結婚が理想とも語っていました。さらに交際する男性は結婚を視野に入れたものだと公言し、結婚を割と頭に入れてじゃないとあまりお付き合いの考えにはならない、結婚全くないなって思ってる人と付き合っても
その時間いるかなってなっちゃうと明かしていました。西野七瀬さんは番組で他にも、この人と結婚するだろうなって人と同棲したい欲があると語っており、一方の山田裕貴さんも、かねてから結婚願望を口にしていただけに、今後二人の関係がどこまで発展するのかに注目ですね。